ハノイリビングの田口です。今ね、私がいますのは東西通りに、際に立っているザ・ウエスト、はい、ザ・ウエストという、オフィスですねに来てます。もともとここは、FLC っていうね、大きな不動産デベロッパーが 80% このオフィス全体の8割を FLC が入ってたんですけど、ちょっとね、いろいろ FLC っていうのも、リゾートの、開発とかいろいろやってるんですけどもね、はい、ちょっと経営的には厳しいっていうのは前から聞いてました。ここを支えるのは難しいんじゃないかなっていう感じだったんですけど、出られてオーナーが変わりました。はい、別の会社に変わりました。はい、なんで、もう FLC の息は何もかかっていません。で、 FLC が8割もテナントを使ってたので、そこは一気に空いてきたんでね、なのでこれからそこの、ね、空いてる部屋の一つをご紹介しますね。はい、今ザ・ウエストの、1階受付エントランスに来てますね。こんな感じで、はい、今はね、本当帰宅の時なのでいっぱいね、ベトナム人の方が降りてきてるんですよ。はい、ちょっとあんまり顔を撮るとね、あれなん でちょっと今空いたので慌てて撮ってます。こちらが OCB 銀行さん、日本でいう地方銀行さんぐらいの規模なんですけど、はい、しっかりしている銀行さんですね。はい、でエントランス、エレベーターエントランスは2つあります。この受付レセプションを挟んで、このこちら側、はい、にあるのと、反対側、向こうに回ってこっちに回って、はい、OCB 銀行がやってらっしゃるお手洗いがありましたね。OCB 銀行がやってらっしゃる、こちらの、はい、エレベーターと、高層階用と、低層階用があるんで、9階とかだったら、今回ご紹介する9階はこちらの1、2、3、4、5機、ここを使うんですよね。はい、じゃあ、これから部屋に、スペースに上がっていきます。はい、9階に上がってきました。今からね、オフィススペースをご紹介しますね。この部屋がまとまった広さで空いているということです。はい、ちょっと夕方も日も暮れましてね、申し訳ありません。ちょっと暗くなるんですけども、明るいところ、暗所には強いカメラを使ってますので、なんとか明るくしたいと思いますね。はい、このぐるーっとこのね、なんでしょう、U の字にこうぐるーっと曲がらされるんですよね。ずーっと、この壁沿いにずーっと向こうまで、はい、伸びている、こういうスペース、長方形でまっすぐじゃないんですよね。はい、でここも壁があって、こんなのも化粧なので潰していただいて全然 OK なんですが、あそこで止まってますよね、青いのが壁がありますが、ここも潰せます。潰して向こうにつなげていくことができる。だから出っ張りがあってね、ここにね、何個出っ張りがあるんだろうと思うんですけど、ちょっとご説明しますね。はい、ちょっとじゃあ向こう壁なんで行けないので、ちょっとこう外歩きますね。でこういうところどころでこういう丸いね、梁が来るんですけどもね、これはやっぱりね、これ全部で500平米あるんですけどもね、で自由に何平米に切っていただいても全然 OK です。で後で外の景色をちょっとご紹介しますので、先にスペースの感じをつかんでいただきましょう。はい、ぐるっと曲がってね、今なんかこう青いところで梁がこうグッと中に切り込んでました。これね、ネットワーク9っていう、これはここもともと使ってらっしゃったのが FPT ソフトウェアっていうベトナムのもう大手の会社なんですよ。でここでサーバールームにしてたんですよね、サーバールーム。まあ FPT ソフトウェアって IT 会社の、まあ日本で言えば NTT データみたいな感じですかね、もう超大手、日本、ベトナムで一番なんですけど、でここにサーバーを置いてましたらね、エアコンも効かせて特別室にしていたんですよね。でもこれは取っ払うことができます。はい、こちら側のオフィス側がこれ取っ払って、もう全くこの出っ張りなくしてくれと、こんなサーバールームはうちはいらないよっていう方はこれなくして、さっきの出っ張りをなくしてフラットにすることはできます。はい、床もね、結構こう荷重がついても表奥ても大丈夫な、やってるみたいですね。これね、段がちょっとありますから、はい、ここも利用できるスペースの一つです。はい、前の会社が IT 会社なんでサーバールームにしていたというだけです。はい、で今度こちら、はい、これも壁を取り交わしたら、さっきの青い壁の取っ払った先にこれが来ます。はい、この壁はもう
はい、化粧なんで、はい、取り払うことはできるんですが、この丸いやつはこれ梁なんで、これは取っ払うことはできません。ずっとこういうふうに窓があってね、ずっとこう曲線を描くように曲がるんですね、夕方にね。でここでぶち当たって、これも化粧、はい、これも取っ払うことはできます。取っ払った先にあるのがそちら、うん、ちょっといきますね。ここも、ね、エレベーターがね 1,2,3,4,5 機あるんで、これも利用できます。はい、でここにつながると、はい、あの青いやつが取り払われて、はい、ここまで来るんですよ。ここまで全部、さっきのスペースからここまでで全部で500平米あるんですね。はい、で、その中で自由に、例えば400平米でいいよとか、あ、うちは450欲しいとか、いや、うち500全部借りたいとか、はい、あれば420でいいとかね、そういうふうにあれば、そこで切っていただいて結構。端数のようなスペースが残ってしまうから、普通オフィス側が嫌がるんですけど、いいです、それは構わないということは確認してますので、ここ広く取っていただけるお客様を優先しますということなんですよね。はい、隣にあるのがこのビル、 BIDV の銀行さんが入ってるのかな。 BIDV っていうのは結構ベトナムの大手の銀行さんで、日本の資本も入っている銀行ですね。はい、今そこに見えているのは鉱材通り、ちょっと向こうの方から見た方が分かりやすいかな、はい、こんな風な感じですよね。だからまっすぐの長方形で、スパッとこうまっすぐっていうのじゃないんですよ、はい、ぐるーっと U の字になって、で全部に窓がずっと、まあ、だから窓際がずっと U の字に続くと思っていただければ、はい、いいんですよね。ここはもう化粧ですけど、これは廊下なんで、どっちにしても壁は作んなきゃいけません。でこの向こうに見えている PNX グループって、これは韓国の会社だそうですね。韓国の重工業、ヘビーインダストリーって言ってますから、重工業、何か重機器なんかを売ったり、なんでしょうね、設置したり、そういう、まあ、会社なんでしょうね、が残り半分を使っているということです。はい、もう一度元に戻りましょうね。はい、ここが、まあ、さっき見ましたね、うん、このぐるーっとなってて、はい、で向こうに戻りましょう、はい、出っ張ってるのはサーバーです。このサーバーね、はい、これもなくしてしまうことはできます。はい、前使っていたところが FPT なので、もう、はい、サーバーだらけの多分会社でしょうね、はい、さてこの広さですね、だいぶ暗くなってきたな、はい、このスペースですね、ずっと超えます。はい、隣に立ってるのが、これがね、マンションですね、大型分譲マンションです。これも全部売れてると思いますが、マンションがあり、敷地を同じ敷地を挟んでこのオフィスが建ってると。で横はこれ何て言ったらいいのかな、ここのオフィスの人もマンションの方も自由に使える共用のプールなんでしょうね。ちょっと今はこう海藻が入ってるんでこんな風になってますけど、でそこに見えてるのがこうメトロの駅ですね。でこれは向こうの西のハヌイの西の方から金馬を越えてハヌイ駅までつなげるっていうね、構想のメトロなんですけど、まあ、金馬まではつながってこういう高架ができてるんで、その先は地下鉄で掘っていかなきゃいけないんですけど、それがなかなか進まないんですよね。だからここはもう高架だけで行ったり来たりする鉄道もその先に走らせようということで今計画してます。もう間もなくだと思うんですよね。はい、この駅にかぶりついてるビルがこちらザ・ウエストと、目の反対側にあるのが、ディスカバリーっていうね、ディスカバリー、コンプレックスっていう、これも左側がマンション、右側がオフィスなんですよね。で向こうに行くと1階部分とかに牛角さんとか温野菜さんとか日本の、はい、飲食店チェーン店も入ってます。で、まあ、ウィンマート、ロッテマートも入ってるのかな、まあ、スーパーとかがすごくあるので、カフェとかね、はい、とてもベトナム人の方は喜んでいただけるし、日本人の方もそこで食べれるし、でベトナム人の方は道のずっと向こうにね伸びてますけど、今バイク走ってますけど、あの辺に行くとまた、うん、ベトナム料理屋さんがいっぱいあります。はい、今ねもう5時半ぐらいかな、なのでもう一番混んでる時です。これが一番混んでる渋滞状況だと思っていただければいいですね、うん、まあちょっと混みますね、まあ、今はどこの道もハヌイ市内どこでもこんな感じです。僕はどうしようもないんですけども、はい、この駅前のビルと
いうことで、はい、この2つのビルが駅を挟んで建っていると、うん、ただね、このディスカバリーをご紹介しなかった理由は、これはね、ハノイに長くいる方は皆さんご存知ですけど、ちょっとね、ここで会社登記ができないっていう問題があります。うん、これはもういろいろこう、私も昔ここを契約したお客様が会社登記ができないということで、もうやむなく弊社が違うビルをちょっとオーナーに頼んで、そこにいることにして、はい、会社登記をもうしてもらったとい う, もうちょっとそういうことがあるんですけども、まあ、ハノイ市人民会とこのディスカバリーの会社がうまくソリが合わないんですよね。で、固くなりダメだと、まあ、過去にいろんなことがあったみたいで、ここでの会社登記は絶対に許さないという、未だに固く閉ざされているっていう、そういうビルなので、弊社もそれは知ってるんで、ディスカバリーはご紹介していません。はい、こちら側をご紹介しています。はいですね。で、まあ、こういうガラスのこんなものがあって、まあ、これも、はい、FPT さんが作ったんでしょうけど、ここにも針があるんですよね。ちょっと針を隠すためにこんなのを作ったのか分かりませんが、はい、全部ここをね、もう間仕切りを、もうこんなのは化粧なんで取り外して、ダッと広く、うん、で向こうの方まで見渡せるっていうんじゃなくて、ぐるーっとこの、ね、U の字、この字に、U の字か、 U の字に曲がっているオフィス500平米、その中で何平米に切っていただいてもいいですよということです。はい、まっすぐ向こうに行くと西のミーディンとか、はい、ある、まあ、ミーディンの方に行くとね、インターコンチネンタルホテルが一番最上階にフロアに何フロアかであるカリダスランドマーク72とかね、ああいうまた西は西で西の副都心があるんですよね。ちょっと西の端なので、だったらこっちのまだ郊外の方が、こっちの方がまだ都心に近いというか、金間の都心エリアに近いということで人気はあると思います。こちらの方がね、はい、どこにも動きやすい。金間とか西の東の方に行くのもここを起点であれば行きやすいですし、またちょっと西の方に行ってね、うん、で随端っていうオフィススペースがあるんですが、その辺りから、はい、外周道路に出て、はい、広い通りでもう空港の方に一気に北上するとか、そういうこともできるという場所ですよね、ここはね。はい、ちょっと外の景色をね見てもらいましょうか。ぐるーっと向こう回ってきて、ディスカバリーがちょっと見えてますけど、はい、ディスカバリーがこうあって、うん、でサッシは全部見ての通りペアグラスです。二重サッシ、音を結構遮断してくれてます。はい、二重サッシ分かりますかね。全部のサッシが二重です。はい、下がねこうメトロですね、うん、ぐるーっと来て、でここからちょっと隣のビルが見えてしまうんですが、ちょっと渋滞の状態よく見てください。これが一番帰宅ラッシュの時です。今が一番帰宅ラッシュです。はい、まあ、この鉄道がね、メトロが走れば金馬までスッと行けるんですよね。西の副都心の西のオフィススペースにもスッと行けるんですけど、ちょっとね、いつからこれができるかっていうのはちょっとまだ分かりません。ずっとねやるやるって言っててなかなか進まないんですけど、はい、もう間もなくじゃないかなと。試運転ももう終わってるんでねっていうふうには思います。はい、この楕円形というか、はい、のスペースが来て、この壁を取っ払い、はい、取っ払った先に、はい、こちらにつながるということです。はい、エレベーターがありますね。はい、ここにつながりますと。ちょっと暗くて申し訳ありませんが、はい、こんな感じです。全部でここの端まで500平米です、はい、さっきの端からここまで500平米です、うん、っていうような、オフィスで、あと景観がこんな風になっているということですね。今ここ開けてますけど、はい、音がこんな感じ。開けるとうるさいですかね。はい、でも閉めると、あ、これ閉まんないか、はい、閉めるとピタッとペアサッシなんで、これも全部ペアグラスなので、はい、音はしっかりと遮断してくれます。よっ、焦点合わないな。はい、こんな感じですね。はい、ところどころの針をうまく利用しながら緩やかに、はい、スペースを切っていただいて、でこの500平米のうち何平米を使うかというふうに計算を、平米単価は一緒ですから、はい、ですので、ご自身の、予算に合わせて、はい、予算に合わせて、はい、平米数を決めていただいて、はい、それで切っていただければと思います。はい、まあ、金間とかねなるともう高いので平米単価がですので、まあ、
ここ辺まで来ると、はい、30ドルを切りますから、逆に言うとスペースを狙えると言いますかね、広いスペースを確保しやすい、はい、大量の、ね、ベトナムのスタッフの方々を使ってやらなきゃいけないような仕事なんかはやっぱりこうどんどん増員をしていってね、オーダーが増えてくれば、日本からのオーダーが増えればそれに合わせて、うん、処理できるスタッフを入れていかなきゃいけないですね。そうするともう、どのペースでオーダーが増えるかわからないんで、ある程度広めの器だけは確保しておかないと、うん、仕事に支障が出てきてまた引っ越ししなきゃいけないとなるので、かなり広いスペースをここで確保することはできると思いますね。はい、いかがでしょうか。鋼材の鋼材通りの駅前に直結している、はい、オフィスビルですねの9階部分にあります、はい、オフィススペースのご紹介ですね。はい、いかがでしょうか。はい、今一応ね撮っときます。これ今5時45分、もう6時前、もうね5時半ぐらいから、会社が5時で終わりなんでね、大体5時から6時のこの間っていうのはものすごい、まあ帰宅ラッシュです。はい、今日ご紹介するザ・ウエスト、このビルなんですけど、はい、このビルの前のこの鋼材通りもね、片道 1、2、3車線、大きな大動脈なんですけど、まあね、帰宅ラッシュと通勤ラッシュにかかるとどこもこんな感じです。金馬通りもこんな感じ、まあ、どこも混むんですよね。はい、一応ね、やっぱり、混むところも見ていただかないとダメなんで、一番混むと思われる今の時間帯の状況ですね。はい、一応カメラに置いときますね。